ま、あ、違う。何も探してないです。よいしょ。何？そこに何があるの？逆に気になるんだけど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、行きますか。あと23個ぐらいやけね。お、いける！いけた！ビルドレベル上げれるようになったよ。よっしゃー！しゃけー！さあ、これでさらに仲間が集まってくる？ビルドレベル4！マックスや、これで。お、来た、なに、誰？え、なんかバニーいっぱい来たんやけど。バニーとバーテンってことかな、あれ。新しい仲間がやってきた。住人たちがとてつもない、ん？とてつもないものづくりに目覚めそうだ。マジで？じゃあプールもう完成させてくれていいよ。なになになに？アイナはたくさんのレシピをひらめいた。え、屋根や。え、すごい。屋根飾り、踊り子のステージ。バニースーツ。ふんふんふん。ふお、金の音に導かれて、新しいアラクレドムも来たみてえだな。これで鉱石もジャカスカ取れるぜ。お前さん、何を思いついたんだ？踊り子のステージにバニースーツか。もしかしたら踊り子？あ、まさかアイナさん、あなたもバニーになるつもりですか？これは羨ましい。ビルダーの金の力で俺たちのものづくり力も上がった気がするぜ。これから俺たちもどかすかものを作るぞ。やったぞ、アイナ。今、町に住んでるみんな、一段と心強いビルダーになった。やったわね、アイナ。新しく来てくれたみんなとも話してみましょう。お、どうも。え、女？私たち、金の音に誘われて来てみたんだけど、ここは一体どうなっちゃってるの？女だとしたらすごく変態な格好なんだけど。まあ、あなたビルダーなの？教団の教えに逆らって、堂々とものづくりなんていけないわ。お姉かな。あなたたち、この鉱山街をもっともっと発展させていくには仲間が必要なの。あなたたちも力を貸して。おお、なんだなんだ。ところで、あそこのゴリゴリとした体の大きなハンサムガイはどなた？どれ？まさか俺のことか。そっち？素敵、鉱山街のハンサムガイね。教団の教えは捨てられないけど、あの方と一緒ならここで鉱石を掘るわ。ムキムキやないか、自分も。俺は以前、アーマンさんに雇われていたバーテンダーだな。おうおうおう。金の根に惹かれて、ピチピチギャルズの共に戻ってきた。どうか俺たちもここで裸してくれ。アラクレたちとピチピチギャルズ、おまけにバーテンダーたちが仲間に加わった。おまけって言わないであげてかわいそう。バーテンダーも大事でしょうよ。いいね。これで、バーも賑やかになるわけや。よきよき。あ、どうも。ものづくりに力が上がり、新しいアラクレさんも来てくれました。さすがはアイナさんです。これで以前のような活気あふれる鉱山街に戻る日も近い。そうなればバーも大賑わいです。栄えたバーを作ること。それこそ私にとっての何よりの夢。おかげさまでもうすぐ夢が叶います。ここまで来れたのは、アイナさんや皆さんのおかげですが、私は娘のペロにも感謝しています。お曰くかもしれませんが、ペロがいなければ、鉱山街の復活はないでしょう。あの子がいるから、みんな頑張れるんです。ああ、あの子こそ私の。いえ、この町のみんなの宝石です。まあ、でもこれで可愛い子が増えたからね。お、あらくれや、あらくれ。ミルズ。おうおう、ええな。金の鉱脈も見つかって、いつも以上にご機嫌そうだな。これから忙しくなる。アラクレードも増えるだろうし、今までのアラクレードのことは手狭だぜ。まあ、とっくにやろうね。そこでお面頼みて、俺らが泊まる新しいアラクレードをゴージャスプールの近くに作ってほしいんだ。別荘的な感じ。まず宿屋を作る。宿屋の壁掛けとベッドを8個、壺が3個でアラクレードだ。そこにゴージャスの家具を置いたり、ゴージャスの床材や壁材を使ったりして、豪華さを、星3つにしてほしい。ちなみに金のかがり火を置いたり、銀タイルの壁で壁を作ったりすれば、いい感じの豪華な部屋ができると思うぜ。部屋にいろんなものを置くには、部屋自体が広くなきゃダメかもしれねえ。大変かもしれねえが、よろしくな。なるほどね。ということだ。じゃあ、この辺に作りますか、とりあえず。
間違えた。違う。何も探してないです。よいしょ。何？そこに何があるの？逆に気になるんだけど。何も探してないよ。何かしらかなり遠くから聞こえるらしいけど、大丈夫です。さあ、この辺もちょっと広げて、この空間でいいかな、とりあえず。よいしょ。なんだよ、こっち見てんじゃねえぞ。手伝え。よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんぐらい？もう一個。これぐらいか。じゃ、この広さで作っていこう。さあ、どうだ？金74、結構ある。銀47、銅33、鉄43、石炭120。あ、金5000個集まった！やったやん！よーし、これでゴルドンが欲しがっていた金が揃ったぞ！イェイ！今日の報告会は以上だ。お前たち、明日も張り切っていくぜ。やったやん、集まったって。はいな。ほいほい。なんだ、どこ？あ、おったおった。金が目標の数集まったみたい。これでゴルドンがゴールドマンになれるわね。あの子きっと大喜びよ。一緒に集めた金を渡しに行きましょう。行こう行こう。受け取れ。どう？うー、やったね。くおー、やったぞ。俺ついに元の姿戻れた。ついにやったな、ゴルドン。俺たちも嬉しいぜ。でも意外と早かった。ありがとう、アイナ、ペロ、そしてみんなのおかげ。みんなには感謝してもしきれない。あとはメドーサボールだな。確かゴルドンから奪った力を持ってるんだろ。おぼ、そうだった。俺メドーサボールに力取られた。力取り戻さないと俺完全じゃない。それで、メドーサボールってやつは一体どこにいるんだ？地下で聞いた噂だけど、メドーサボールは恥ずかしがり屋で、地下深くに引きこもってるらしいわ。恥ずかしがり屋。それじゃあ、いつか引きずり出してギタギタにしてやろうぜ。でも、恥ずかしがり屋で引きこもり魔物を倒すなんて、なんだかかわいそうな気もするぞ。あら、マシモちゃん。島で起きている地震も、行動が壊れたのも、原因はメドーサボールだとされているのよ。メドーサボールは強大な魔力を持つ化け物よ。いつか必ず倒さなくっちゃ。地下深くに引きこもってる魔物なら、おびき出す方法を考えなきゃならんかもな。今、そんなことより、ゴルドンがやっとゴールドマンになれたのよ。みんなでお祝いしなきゃ。ひとまず、用意が全部終わったら、みんなでパーティーを開きましょうね。アイナさん。プールも完成し、ゴルドンさんもゴールドマンになりました。すぐにでもパーティーを開きたいですが、あなたにお願いがある人がまだ残っているようです。どうか彼らの依頼を聞いてあげてください。てか、プール完成してないしな。あと 5% あるからな。じゃ、まだ完成してないよ。そんな眺めに来なくていいよ。めっちゃ見張られんやけど。あれ、どこ？え？あれ？どこ行った？え、銀タイルの壁なくない？あ、これか。あった。びっくりした。はい、銀タイルの壁。これを。よいしょー。違う、空中。はい、置いていきます。さ、これできっちり壁も出来上がり。よいしょ。で、宿屋の壁掛けを、ん、なんかこれ時間ずれとる。気のせいかな、気のせいか。宿屋の壁、違う、そこじゃなくって、は、宿屋の壁掛けをこの辺に、はっつけておきまして。で、あと、わらベッドを、違う。もうちょっと端っこに寄せたい。ここはちょっとなんか、あれやんね。こう、余裕を持たせて、よいしょ。はい。
こんな感じで並べて寝てもらおう。よっ。あれでもこれ寝れんな。ちょい待って。え、寝れる？あ、一個多いんか逆に。とりあえず一個消しとっていいかな。まあ、ここ入り口やけんね。さあ、そして、あとは、つぼつぼつぼ。はい。じゃ、つぼを、まあ、この辺に、トン、トン、トン。そして、何ですか？そして、この辺ちょっとカウンターテーブルが欲しかったんやけど、まあ、いっか。ポーカーとかその辺散らかしとこっか。なんかありそうじゃない？この辺に、シャッフルとかあるん。あ、すごい！なんかシャッフルされうる。見える？これ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 。ほら、絵柄が変わりよる。すげえ。こんなことができるんやね。ちょっと待って。これをなんかちょっと端っこ、この辺で仲間と一緒にやりよる風に、よいしょ、散らかしたこ。ほんで、あとは明かりを、明かり、壁掛け松明を取り出しまして、まあ、こっち側、はい、壁掛け松明、こっち側に、こう二つつけて、で、次こっち側にも、二つ、つけると。で、あと扉を。そっか、扉つけてないけん、まだ、星がどうこうとか、そういうレベルにもなってないんか。どうすか、これで、荒くれん寝床。あ、星二つや。く、あと星一つ。ちょ、待って、とりあえず、カウンターテーブル持っていこっか。飯の時間？はいはい。とりあえずカウンターテーブル1個作って、あ、違うな。砂町の、これ窓なんや。窓か。違う、それじゃない。窓ならちょっと違う。樽にしよっか。じゃ、樽で。OK？ じゃ、この樽を、この樽の上に、ちょ、ポーカーを置けば、どうでしょうか。間違えた。みんなの寝室。数によってそんな違う？アラクレはみんなには含まれんのやな。ちょっと待って。はい、ここにやって。で、ここに、はい。そして、ここに、はい。あ、で、瓶とかを周りに置けばいいかな。ちょ、これ、高級ガラス瓶を、まあ、こっちら辺に散らかしといたりとかしようか。よいしょ。よいしょ。まだなの？どんだけだよ。まだ？まだなの？全然やん。詳しく見る。あとちょっと豪華さ。ちょ、いまいちよくわからんねよね。めっちゃ散らかしてみたりとかはしたんやけど。お、シャワー中。使いよる、使いよるみんな。面白いね、ああいう様子が見れるの。さあ、じゃあ、あとは何？カーテン。名前の壁掛けタオル。ダーツボード。ダンベルとかも二つぐらい置いといてみる？よし。もうなんか何を置けば上がるんかが全くわからねえわ。うわ、めっちゃ並んどるやん、怖っ。並びすぎじゃね？やば。これ下とかに置けるんかな？よいしょ。はい。うわー。
うわ微妙にしか上がらないんですけど。何何やってんの？マッサージ？へえ、すごーい。これ一人が一人をマッサージしよる感じ？マッサージを始めます。お客さん凝ってますね。へえ、すごい、そういう感じなんや。これ私、あれしは？ねえ、私。ねえ、私もやりたいんやけど。無理なん。無理なん。いいね、いいね。仕事やってるバーテン。あ、こっちは違うんか。ってことはこっち、今の時間帯はバーテンがこっちに来てるっていうことか。あ、働いてる、働いてる。おー、いいね、いいね。みんな夜も楽しそうに動きまくってていいね。さあ、何を置くよ。何を置くよ、ダーツボード。ダーツボード。カーテン。カーテンとかかけてみます？カーテンがどれぐらい豪華さアップするんかちょっとわからんけども。あれなんよね。ライトとかがあんまりないけん。今んところ、あの燃えよる金の食材しかないけんね、あっこ。あれさえちゃんとすれば。これで、どこに置けばいいんだ。とりあえず、置ける場所なくね。あ、とりあえず、この辺とかに置いておいて、で、これをちょっと移動させよっか。ちょ、待ってね。なんか置く場所がいまいちね。まあ、いっか、この辺に置いて。はい、おう。はあ、置けない。置けない、マジか。まあ、じゃあバラバラに適当に置いとくね。で、あとは、ちげえわ。この辺に。あ、ごめんね、取り上げた。取り上げてしまった。違うんよ。これをね、設置したいんだ、私。あ、違う。私が押すボタンが違うんや。なるほど、なるほど。何を何回もやってんだって感じやけど。え、これでもならないの？マジで？どこまで行ったら豪華さ3になります？これ。もう私にはわからないんだけど、もうちょっとあれか、明かりを増やせばいいってことかな。この辺ちょっと暗いけん。よいしょ。まあ、見栄えよりもとりあえずは、とりあえずは、クリアしようということで。あ、もう4つつけたの、私。なんてこったい。タオルとかもかけとく？いらんか。いらんかな、そんなものは。普通に、あと、ここに置けそうなものとかは特にないんよね。まあ、じゃあタオルかけとく？この辺に。あ、大して変わらんけど。そんな言うほど変わらんけど。動きづらい。よいしょー。さあ、これで、壁掛け松明。壁掛け松明、頼みやけん。めっちゃそんな感じやけん。扉変えるだけでも変わったりするんかな、もしかして。それもあるんかもしれんね。あれ、壁掛け松明どこ行った？ああ、持っとるんか。あったわ。はい、これで。よいしょー。豪華さ変わってな、微妙に変わりよんか。なんか、燃えそう。
え、めっちゃ燃えそうじゃない？やばいね。ちょっと扉変えよう、扉。よいしょ。なんかベッドにすればいいんかな、もしかして。お、全然足りてないぞ。あ、草糸がないんか。あ、なるほどね。そういうことか。半分だけ木のベッドにするとかにすればどうかな。ね、ちょうど4個やけん。よいしょよいしょ。さあ、これで。違う違う。違う、休まないです。休むんじゃなくて、ちょっと、切り替えて。違う。もうなんか、いっぱいいっぱいすぎて。ちょ、待って、はい。これで。は。何やってんの？飲んでんの？やめてよ、勝手なことするの。よいしょ。あ。アバリオンかな？豪華さ。は。めっちゃ飲みよる。めっちゃ飲みよるよ、なんか。こんな感じで。どうすか？いや、まだ何もならんな。高級瓶もうちょっといる？なんかもうちょっと置けるよね、あれ。荒くれの寝床の豪華さを上げるためだけにどんだけ時間がかかってるんだっていう。はい、銅のインゴット。これで、あ、待って、ガラスが足りてないやん。はい、ガラス。めっちゃ向こうの方、桃のうようよしてない？やば。やば。でも高級やけん、これ一個ポンって置いただけで結構上がりよるんよね。なんか指導さっきから行く場所行く場所におる気がするんやけど、気のせいかな？ストーカー？うわー、燃えてる。燃えてるわー。やばいね。めっちゃメラメラ言ってない？どんだけだよ。上がった？ねえ、どんだけやったら上がるのこれ。もう私にはわからないよ。でももうちょっとしたらガラスが。出来上がるから、もうせっせせっせとね。よしよし。そろそろ上がるんじゃないかと思うんやけどなー。どうなんかな。てか、荒くれたちのためにどうしてここまで豪華かどうかもわからんけど。豪華な部屋を作らなければいけないの。こう、あったあったあった。めっちゃすさんだ部屋にしか見えんねえけど。え、これどこまで？え、結構まだまだじゃないこれ。やばいよ。なんかハートまみれなんやけど。ハートまみれなんやけど。あと 4% なんよね、プールも。あとの 4% はあれやろ？あの、ライトのやつやろ、多分。なになに、めっちゃ笑いよるけど。超笑いよるけど、どうした？ね、あと、レザーソファーとか。いや、でももう置く場所ないけんね。え、てか、あれは？まだ作れんの？どこ？なんかあの、ライトみたいなやつ。あ、作れんのか。ってことは、まだプールは完成させること自体ができんってことなんやね。何かしら進めなければ。待ってね、今豪華な荒くれ部屋作ってるところだから。作ってるところだから、待って。もう置く場所がないんですけど、足の踏ん場がなくなるよ。え、やばくない？狭いってことかな？もうちょっと広げます？さあ、これで。よいしょ。壁にかけてあるやつを破壊していきまして。これで、革袋を、
さ、ん？違うぞ。取った取った。さ、これで皮袋を吊るしまして。でもこっちの方にはあれをね、幽霊やってこんよね、絶対。あれ？壁掛けたい。あったあったあった。だってここめっちゃ燃え盛っとるもん、部屋。なんか食べたわ。食べたわ。違う違う。はい。ぼ。え、待ってよ。あ、そっか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 、あれやわ。壺がないんや。なぜ大きいワイワイ寝室なんかと思った。さ、これで、壺を置くことによって、荒くれの寝室になるわけですね。ちょっと私的には意味がわからないけど。はい。大きい荒くれの寝床。しかし、星が増えない。星が増えないという辛さ。まああれだね。ちょっと待って。とりあえず何かしらを。金のやつにしたらいいってことかな、明かりを。ってことやけん、ここで金を作っておきまして。寝ます。これで何個か明かりのやつを金の燭台に変えたら多分豪華になると思うんだ。ってことで全部受け取って。金の燭台はどこでしょうか。金のかがり火。はい、これをちょっと3つほど。これ多分だいぶ豪華になるんじゃない？ま、これを全て置くことがちょっと無理やけん。何かしらのかせんといけんけど。あ、でもこの辺置けるな。よいしょ。ほらほら、だいぶ上がった、だいぶ上がった。だいぶ上がったよ。この上には置けんね。この手前ぐらいに。あ、ちょっと待って。あ、豪華さ上がったよ。ちょ、今めっちゃ適当やけんさ。めっちゃ適当やけん、あれやけど。くおー、ゴージャスの荒くれ寝床ができたんだな。これなら仲間が増えても安心だぜ。豪華さ星3つの部屋は作るのが大変だったか？その分、ものづくりのかけらが多く集まるからな。ふんふんふん。それにしても、最近は荒くれどもも増えて、いよいよ鉱山街らしくなってきたよな。だが、荒くれどもが増えたってことは、ペロを狙うライバルも増えたってことだ。うおー、ペロは絶対落とさねえ。ペロを奪う奴は全員ぶっ倒してやるぜ。まあでもなんか、ものづくりのかけらがいっぱい集まるって言われてもよね。言われてももうマックスだからだ。これや！ブロックライト。金で枠を取ったガラスのライト。これこれ、これでプールが完成するわけですよ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、荒くれの寝床を豪華にするのにめちゃくちゃ手間取ってしまったね。とりあえず金一番高価な鉱石を使えばいいということだね。うん。